よし、行きますか。3、2、1。よーし、というわけで続きやっていきますよ。さあ、2面ですね。またお前か。これ系の敵嫌なんだ。わー、後ろにいるのはもっと嫌だ。あー、ちょっと待って、1キャップだ。よし、届くのかな、これは。本当に届くのか。これ届くか。これは B ジェットじゃねえか。 OK。 うん、これ届く。これ B ジェットでしょ、これこそ。おっと、雷門がいっぱい来てる。バスターで、あー、ほらーゴリ押し。おっと、待って、届くのか、本当に。おお、届いた。あー、ダッシュ系ですね、これは。これは、大丈夫？あー、大丈夫だ。え？あー、待って、これ、やばいんじゃない？あー、そうか、じゃあ全部壊せばいいんだ。うん、オッケー。今、大丈夫。ここも大丈夫。次、怖すぎるとダメなんじゃない？危ね。下一列残って大丈夫なんだ。よしよし。これも面白いギミックだな。死んだかと思った、今。OK。これは？あそこダメだね。あの先もダメだね。これ急がなきゃダメだ。大丈夫。オッケー。あー、またか。あー、よし、オッケー。あー、くー。これね、食らってビビって下がらないようにしないと、下がっちゃうとね、敵がまた出ちゃうんでね。うわっと、ちょっと待ってくれ。うーわ、なんだ、チクチクが上と下に。おお、待って、チクチクがいっぱい。おお、大丈夫だ。なんか生きてるけどね。うん。お、ちょっと待って。これはやばくねえか。あー、これはやばい。これはやばい。その先が見たい。あ、どっから。え、もしかしてこれ最初じゃないですか。最初からかい？お、やっぱ間に合うんだ。おお、この雷門が難しいだろう。あー、でもちゃんといけるんだ。あー、 B ジェットを使わなくてもいけるぐらいだ。 OKOK、 とりあえずはここはそんなに難しくなさそうだ。うん、全部壊しちゃう。今、おっと待て。あ、やばい。やばい。壊しちゃいけないとこ壊しちゃった。あっつ。うん、これはいけるでしょ。ほっ、ほっ、OK。 急げ。OK。よーし、出た。ああ、そうだった。あっく。オッケー。ウサギちゃんが来るぞ。くっ。オッケー。よし。焦らず。B ジェット使うか、途中で。焦らず。いける。大丈夫。おっ、あ、針が。よしよし、オッケー。ここで B ジェット。あ、ダメだ。ダメだ。ちょっと待って。バスターに変えたい。ちょっと待ってくれ。あ、オッケー。ちょっと待ってね。バスターに変えて、なんもないのが逆に怖いな、ここ。なんもないね。おっ！うわぁ、嫌なコンボだ、この二つ。
さて、下に行っていいのかな？下に行っていいのね。下行きます。あー、くそー、一気やっぱあったな。お、こっち、うっわーくー、いい感がそっちにあるのか。いや、でも逆にありがたい。うん、ここからやらせてもらえるんであれば。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、オッケー。で、ここで B ジェット使いましょう。オッケー。で、まあ一気アップ鳥の右に行きますよ。ほっ、右、こっから右、グイッ、わー、くっそー、難しい。そうか、そう簡単にはもらえないのか。あっと、やくそ、うふ、いや結構食らっちゃったな。もうないんだよね。ほっ、ギリッギリの右側を攻めていくぞ。グイッと右に、オッケー、よし、いかん2個、これは死んでもいい。いいかんを取れたってのは大きい。やっと一気アップだ。まだついてるな。リングが足りないんで、リング回復しましょう。それからフラッシュも一応回復しておきましょう。OK。さて、チクチクが上に見えるな。お、これだけなはずがない。これだけな、やっぱり。うわ、もうもうもう、ちょっとちょっと、おお、戻れるのか、戻れるのか。おお、待って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 、うん、これ下行けばいいんじゃない。ほっ、うん、大丈夫。なるほどなるほど。おっと、これ上行けばいいんじゃね。よしよしよし、うん、お、おー、これ倒そう。あー難しい。 OK、 これ難しいな。おっ、 OK、 HP はもうやばいね結構。おっ、わーくー、こっからか。ここはゆっくり一個ずつ倒していった方がいいな。あ、ふわー、もったいない。左の方が楽だね。最初は左の方が楽で、ほっ、 OK、 よし、 OK、 最後、いや途中までは戦わずに行こうかな。よし、オッケー。で、ここ上の方で、ほっ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 、オッケー。で、ここは倒さなきゃダメだね。ほっ、オッケー。おほ、ちょっと待って、ちょっと待って。焦るな、焦るな。ここらで倒そう。オッケー。お、よし、OK。さあ、何が来る？お、お、ボス来ましたね。さっきのボスで聞いたのが、フラッシュとリングだったんで、ボルケーノは、でも水の中でボルケーノはいけないと思うんで、おそらくここの3つが今回のボスには効くんではないだろうかという予想のもとに行きましょう。じゃあ、ミサイルあたりから。む？あれ？お、なんだろう、この前室みたいなのは。なんでしょうね、この踊り場みたいなのは。あ、来た。ミサイル撃ちます。撃ちます。お、効いてるか？だ、微妙だ。とりあえず、これを行ってみよう。あ、微妙だ。微妙だ。
シールド？ちょっと待って、シールドはどうだ？シールドはダメだよね。ボルケーノ？ボルケーノ？お、あ、ボルケーノが効く！ボルケーノかよ！まあでも効くのが分かりましたね。ボルケーノが効きます。マジで？意外だったな。よし。行きやす。ほっ。あー、ボルケーノ効いてるな。やっぱ効いてる効いてる。ただちょっと当てるのが難しい。ほっ。オッケー。うふ。いって。どこだ？口か、口か。あ、いって。あぶね。よし。オッケー。オッケー、オッケー。ギリギリでした。なんとかギリギリ。オッケー。危なかった。これボルケーノなくなったらもう一回だったね。よーし。2面もね、なんとかクリア。3面に参ります。おい、というところで一回切りましょう。よし。オッケー。なんとかクリアですよ。オッケーオッケー。さて、あー、ネフさんどうもどうもいらっしゃいませ。出た宣伝。ありがとうございます。宣伝していってくださいね、ぜひね。うん、よーし。あ、レイントさんどうも、こんばんは。今日の生放送は、ネタバレになってしまいますんでね、お気をつけください、皆さん。動画の方で楽しみにしてくださってる方は、今日の生放送は見ずに動画の方が必ず上がりますんで、そちらの方で確認してください。ザリガニフライドさんどうも、こんばんは。いらっしゃいませ。そして皆さん、パチパチありがとうございます。大浦さん、ワンナップとイーカンのコンビは最強、その通り。さっきね、なんだかんだで、イーカンも2個今温存したまま来てるんで、まあ、あと、ね、これ、残り奇数がないんで、多分この回は死ぬんでしょうけど、イーカンをね、ちゃんと温存、ちょっとずつ温存しながら、進めていけてるっていうのは、いい感じで来てるんじゃないかなと、思っております。こんばんは、ババリョーマさん、いらっしゃいませ。今日はね、ネタバレ放送なのでね、お気をつけください。ということで、ドクターマットステージ1面2面をクリアしまして、3面いい感じで来ておりますね。やっていきますか。